私の名前は永瀬ゆい。結婚2年目になりますが、不動産会社に勤めて毎日バリバリ働いています。仕事できる人だなと思ったんですけど、こんなに若くて可愛い人だと思わなかったですね。そんな、ありがとうございます。あれ、ああ、ご結婚されてる。はい、そうなんですよ。一応旦那さん羨ましいな、こんなにいい奥さんもらって。いやいやいや、そんなことないですよ。幸せだろうな。しましたよ。え、圭介くん？もしかしてゆいちゃん？まさかこんなとこで会えるなんて。中学校上がってすぐ転校しちゃったもんね。そうそう、だから10年ぶり以上かな。でもあの頃と全然変わってなくて、すぐ気づいちゃった。昔からゆいちゃん可愛かったけど、なんかさらに綺麗になったね。そんな、圭介くん昔から優しかったもんね。スポーツも勉強もできて、クラスの人気者だったし、私からしたらすごい遠い存在だったな。そうかな。でも今もゆいちゃんが幸せそうでよかったよ。え？指輪、結婚してるんだよね。そうなの、一応ね。圭介くんは楽しくやってる？楽しくはないかな。まあでもこうしてゆいちゃんと再会できて、それが幸せかも。え、なんかあったの？さっきからずっと何かから隠れようとしてる気がするんだけど、気になっちゃう。いや、なんでもないよ。ね、お願い、なんかあったんだったら言ってよ。久しぶりにこうして会えたんだし。もうゆいちゃんとも会うことないだろうから言うけど、俺犯罪者なんだ。実は中学入った頃の転校もさ、親の離婚が原因で母親が一人で育ててくれたんだけど、いろいろあって母親とも死別してさ、犯罪に手染めちゃってさ、今は家もなく当てもなくさまよってる。そんな、いろいろあったんだね。引いちゃうよね。ごめん。でもなんか話したらすっきりしたよ。本当は今日ゆいちゃんが拾ってくれたこの1000円で銭湯でも行こうかなって思ってたとこ。
最近ろくに風呂も入れてなくてさ、汚いよね。今日はありがとう。久々に再会できて嬉しかったよ。それじゃ。待って、え、私についてきて。うちの会社が持ってる物件だから使って。そんなさすがにゆいちゃんに迷惑かけるわけにはいかないよ。そんなことない、目がた心配なの。このままどっかに消えられる方が私一生後悔しちゃう。でも もしかして嫌だったの？こんなことまでして迷惑かな？いや、そんなことないよ。すごくありがたいし、でも俺みたいな不労者が。そんなことない。ゆいちゃん、私小学校の頃ずっと圭介くんのことが好きだったんだよ。昔いじめから守ってくれたのも覚えてるし、圭介くんは忘れてるかもしれないけど、圭介くんは私の初恋の人なの。ありがとう。だからどうしても力になりたいの。嬉しいよ。明日仕事の合間に来るね。お昼ご飯作ってあげる。夜は旦那が帰ってきちゃうから来れないけど。楽しみだな。ありがとう。いいよ。さすがにじゃあ洗濯は自分でやるよ。え、でもさ、洗濯機のどうやってしたの？いや、水道でさ、シャシャって。え、汚れ落ちないじゃん。でも自分で洗濯するのって偉いね。何それ、バカにしてんの？してないよ。簡単なお惣菜買ってきたから準備しちゃうの。マジで？うん。ありがて、腹減ってきた。ちょっとなんかそんなやめてよ。なんで？いいじゃん。じろじろ見ないで、恥ずかしい。いや、見ないでって言ってるじゃん。いいじゃん。やだよ、恥ずかしいじゃん。見すぎ。うん。もう。何て恥ずかしいな。
今回お惣菜だけど、作れるときは作ってあげるね。ああ、幸せだな。てか、圭介君って人参苦手だったよね。なんでそれを。だって給食でいつも残してたじゃん。覚えてるよ。克服しなきゃダメじゃん。まあでも、今ゆいちゃんが作ってくれるんだったら、うん、食べられるかも。本当？じゃあ、明日は人参スペシャルにしようかな。人参だらけにするの。人参だらけ？うん、克服できるかもしれないじゃん。鼻水出てきた。明日は頑張って作っちゃおうかな。嬉しい。なんかこうやってしてるとさ、小学校の頃タコ公園のジャングルジムで2人で座ったの思い出す。懐かしいね。ね、塾行く前とかさ、2人でこうして喋ってたよね。そうだね。懐かしい。もうそろ2時になっちゃうから行かないと。あ、仕事の時間か。うん、じゃあ洗い物は俺がやっとくね。ありがとう。はあ、行きたくないな。これから会うお客様さ、こないだ物件紹介した時もセクハラがすごくて、憂鬱だよ。そうなんだ。うん、気をつけてね。うん、頑張ってくる。うん。広いね。はい、どうですか。あの前回